はい、どうも皆さん、今週もお疲れ様でございました。それでは行ってみましょう。はい。固定のドアの眠れるように。はい、ということで、今週もまたよろしくお願いします。ドラジでございます。はい。元気いっぱいでいきますね。はい。はいはい。最近どうですか？最近どうだろうね。まあ、まあそのまあそのまあそのねえ。なんで核兵が入ってくるんだろうと思う。おっと、おっと、ガス欠か？ちょっと思わせるっていうね。最近はまあ、まあ、ちょっと風邪気味かな。どうでもいい。お前の風邪気味なんて本当にどうでもいい。ところでございますけど、一応テーマをね。はい。いきます。今週のテーマは機材と。機材？これは俺もね、自分であげといてなんですけど。はい。本当に広がらないテーマだなと思います。そうですね。多分ね、一番広がるもんなんですよね。多分バンドマンだったらね。だから、ここにいるのがギタリストだったら、多分広がってる。うんうん、飯田和樹とか、ね、うん。俺もそれはそれで、あるはあるけどさ。やっぱなんか、なぜマルチエフェクターにしたのか。ありますけど、お前それ、まず興味ないしね。ないですね。ただ、これどうですかね。逆にまあ、ドラマーで言うとさ、スネアを持ち込まないドラマーさんもいるじゃないですか。うん、まあ、要するに、その場所にあるスネアで一番いい音を出すという。うんうん、ある意味ではちょっと真理だよね。まあ理想ですね。そういうドラマさんもいるから、決してなんかね、機材持ち込み派が素晴らしいってことは一切ないし。まあそうですね。まああれ、あれですか？あとは本当に要塞みたいにする人ですね。エレクターボードね。うん、まあ、要塞が。ドラマだとテリー・ボジョですか？ああ、ばーっと。はいはいはい。それはそれまあ、まあすげえなとは思いますよ。これさ、お前はまあ、今んとこその、要するに、結構、まあ、割とよくいる、スネア一発持ち込みたいっていうんですかね。っていうところではあると思うんですけど、うん、そうなった経緯というか、はい。まあ、どんな経緯ですか？これはもう分かってるけど。なんだろうね。いろいろ一応ほら、バス、踏むのをキック買ったりとかしてた。ああ、しましたね。し、まあなんかつけたりとかも、まあ。うん、で、あと、ボーカルエフェクトかましても。うん、一応、こいつはこいつで、こんなゴミでも多少は、創意工夫じゃないですけど、ね、何か試行錯誤なり、やってたと。うん。まあ、まあ、スネアに関しては一個、その、始めたての時にね、うん、なんか、まあ、一個持っといた方がいいのかな、みたいな。で、買ったね。うん。くっそ。まあ、結構、当時結構高かったんですよ。6万。くそ、カノープスが。カノープスの、カノープスのいいやつね。カノープスは否定できない。私も。で、まあ、そこから細かく、まあ、スプラッシュとか、はい。あ、そうか。チャイナとかも買ったりはしてましたけどね。まあ、ペダルもね、買いましたね。まあ、でも、まあ一回、その、海外行ったじゃないですか。行った時に、いや、まあ、あの時、初めて行った時は、今度何も持ってかなかったのかな。棒だけ。あれそう、棒だけ。そうそう。で、まあ、対応すると現地で。そう、というあれ、ね。対応力をこう、問われた時は、ね、うん、まあ、向こうに失礼なかったらどうするんだったら、ね、まあ結局ありましたけどね、ボロボロ。全然海外あり得るからね。うん、まあ、そういうのも、まあ、そういう方が自分には合うのかなと思います。対応力の方。だから対応力ってことは音に対してちゃんと極めてる人で、うん、こういう張り方でここが黄色くなるから、これは多分、あれだから。そうですね。うん、それはお前の場合は対応力とは言わない、ね。まあ、多少は、あ、なるほどね。ああ、こうね。っていうのを伝えました。多少はね。うん、多少は、うん。あ、これはダメだな。これはダメだろうなぁって思って。なんだよこれって言いながら、まあ、こなして。まあ、なんとか。うん。だから、それ以降、スネア持ってってたもんね。そう。持ってけなかっただけで。あのね、行きの空港に行く電車の中に忘れるっていう。そう。スーパープレイを。二人で、こう、その空港成田とか、うん。なんか、
向かって、まあもちろんそのそれぞれね、キャリーカートに荷物詰めて、うん、まあ海外なのでね、行って。で、こいつがそれを置いたんだよ、ね。そうそう、浴びたらいいね。置いて、で、ついて、で、やっぱこう、飛行機なので、結構時間がね。まあ、シビア。シビアなので、うん、我々早く着いて早く全部手続きしないと、もう、俺らみたいなバカは怖いから、っていうことで、やっぱりその一本逃して、いちいち取りに行って、そんな時間もなかったね、うん。で、こう、駅降りて、やっぱり泣いて雪の電車って乗り換える瞬間に、すみ合わない。あ、そりゃすみ合わねえ。あれも良かったですよ。あの、うん、降りたと駅に、うん、置いといてくれたから。あ、そうなの？うん。あ、わけわかんないところで行ってなかったんで。あ、そうなんだ。後に聞いたら。だからすぐ空港着いて、ちょっと電話だけするね、つって。してたね。俺はずっと笑ってた。あの、駅に。写メ撮ってたけど。ああ、ありますよ、ありますよ。で、なんか、3日ぐらいしか置いときないんですけど、と。いや、なん、ちょ、多分ギリギリ4日目ぐらいで帰ってくるんで置いといてください、つって、うんうん。で、取り、ね、日本帰ってすぐ取り行った記憶があるな。うん、まあ、だから結局別に持ってなくてもなんとかなんなみたいな。形としてまあ、寝袋とか入ったんですよ、そんな。そうそう。で、まあ、後にちょっとこう、ね、寝袋がないことによって、犠牲もいろいろ出たんですけども。すごかったです、この辺も。って言うで、あの、意味わかんないからすごかった、ここって。だからまあ、簡単に言うと、その野外フェスにね、うん、我々行って、で、本来野外、その、台湾だったんですけど、野外フェスだと、なんかこう、宿所が借りれてというか、うん、宿を。小屋は、バンガローっていうか。そう。で、しかも山の中だから、帰れはしない。うん、そんなシーンが。帰れないかな。わかんないしね。うん、もう相当、バスで何十分も行って、着くような。うん、まあ、もちろん音楽やる会場だからね。うん、それぐらいその、でっかい敷地が。ってところだったから。で、こうバンガローは、1日6000円ぐらいかな、うん。まあそもそもね、予約サイトは英語でわかんねえよっていうのもあったんで、ね。で、その時我々が取った手法が、まあでっかいとこ行くだろうから、野宿しようと。朝までなんとかなれば、うん、どうでもどうとかなるだろうっていうことで、野宿しました。まあね、あの、次の日、うん、出番が終わったら次の日はもうなかったんで。そう。だからもうね、一晩さえ超えられれば。そうそうそう。と思ってるのよ。やっぱなかなか夜は寒くなっててね。あ、そう。あんま覚えてない。かゆいしか覚えてないっす。まあ、それも結構飲んでるから、二人とも。だから、私は、こう、その、まあ、ちょっとこう、端っこでね、ああいう運営に見つからないところで、二人で寝ようとして、まあ、俺はこういうござみたいなシーンで寝たんですよ。で、ここがちょっと建物あって、ちょっとこう、影になってるところで、私はこの建物の、この辺のちょっとこう路上みたいなところ。あ、そうだ、道に近い方ですね。そうそう。ね、見えた。まあ、なんでかっていうと草とかもね。うん、うん。うん。あの、こういうの、あんま美味しげってない。ところへ、うん。こいつ、草が棒も入ってる。中に入って。今度なんかね、もう、あの、横たったんです一応ね、隠れようとしたなと思うんですよ。嘘だと思ったからね。朝見て、真っ暗だったからあんま分かんなかったけど、朝見たらこいつのもう草のボーボーのところでこいつが寝てる。で、結果どうなるかっていうと、なかなかの、なんか虫に。虫虫、ボト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 。もうなんかこう、なんて湿疹みたいな。そうなんか、病気になったんじゃないですか。かゆいなぁ、かゆいなぁって言いながらね。俺はだからあの、なんか、蚊が寄ってこない人間みたいなの買っといたから、そういうのも買って対策するとこれ何も、刺されず。うん、結構あれ怖いですよね。あの、蚊っていうのはね。もうそうなんですよ。一番人類を殺してる虫っていう。そうそうそう自殺以外のね。そうそうそう。うん、ナンバーツー。放送して病気を運ぶもん、ね。しかもその蚊かどうかもわかんない。そう、確かにね。ボロボロ影の。よくわかんねえやつに刺されてる。ちょっとお前調べた方がいいよって仮に言ったけどね。いや、かゆいな、かゆいな、って言う。かゆいな、かゆいな、つって言う。それ草の中に寝てるやん。虫いっぱいいたと思うよ。だからその、スネアのバックさえその、置き忘れなければ、一応ちょっと。そういうのもできたの。そう。はずだったね。あね、それは、そっちとか必要だったかな。スネアよりね。今考えて。機材よりも。うん、だ台湾の時代はね、結構良かったんですよ。まあ台湾はいいですね。うん、ほぼ日本とか、ね。そうそう。向こうのヤマハみたいなのがあってね。うん、その地元のメーカーみたいな。そうですね。俺もやっぱこう、今のこう、日本でやってる機材は絶対持ち込めないから。うん。で、今ギターとベースでやってるんですけど、
まあベースも持ち込まんかなみたいな、どっちか一本だなって感じよね、海外は。地方だったらまだギリ頑張るけど。うん。ただまあこう、やっぱこう、機材ではやっぱ、なんつうリズム楽器の人ももちろんちゃんとこだわりはあるけれども、うん、やっぱね、ギタリストはきついわ。きつい。だってまず弦が下手じゃん。おう。弦は常に毎月何本も変わるでしょ、うん、しかも俺結構汗かくタイプだから、うん、錆びるし、うん。で、ギターなんてすぐ切れるからね。ベースとまた違って。だから弦代じゃん。うん、まずここも機材費なわけ。ドラムなんてあんなっつった。世のドラマに怒られちゃう。そうだね。木の棒持ってて、まあね。お前みたいなタイプはね。最悪木の棒さえあればいい。なんとかなるから。うんなるか、こっちはもうね、電気に支配される、うん。そうですね、そうなんですよ。これは辛いなと思ってますよ、うん、本当に。なんか、ドラマだったらよかったなと思いますもんね。そういう。もしかしたら、アコギ一本でもめちゃくちゃできるみたいな、ね。そうそう、ね。どうにもなるよみたいな。ね。アコギ一本とあれでバシっていうのは一番理想像ではありますけど、ね。うんうんだまあただ、機材、いい機材揃えてりゃいいってわけではないけれど、やっぱこう、それなりに必要にはなっていくかなっていう、感じかな。ギタリストからして考えると。ドラマーの方はもう、ね、技術。あと何ですかね、ちゃんとサイズの合う靴を探すみたいな感じもあるんですよね。あのペダルはお前すごいいいこと言ってるね。おペダルはそのこだわりがあってなぜ今ペダル持ってないのかわかんないけど、お前結構すごいいいことなんだけどね。うん、そうですよでもサイズの合うペダルを早く見つけてください。うん、まあ気になるのは一応ありますよ。うーんあこのメーカーこれいいな。じゃ金あったら買おうかなぐらい。うんそうそう。まあ安いやつでもいいからこれこの感じがいいなみたいなのがあるんで。だそれってちょっとあれじゃないですか。こう試着してみて、あ、これいいな、みたいな。はいはい。音とかじゃなくてね。うん。その自分がやりやすいやつ、ね。そう。やりやすい環境でやるっていうのが結構、まあ特に自分の体自体を使うじゃないですか。そうですね、フィジカルが。うん。やっぱ僕は何回も見ますよ。はい。何回も見ますよ。っていうのはね、はい、人類がもう原始の頃に一番最初に生み出した楽器なんで。人間そのものっていう。ものが。だからあんな、ね、人間そのものだからね、ショックとかも。そう、人間そのものが出るんで。出ちゃってんだよ。出ちゃってんですよ。もうちょいいい人間になっていただかないと、こんなしょっぱいと思ったら出てくるとね。たまにね、この人がこうやっているもの、他のバンドの見に行った時とかね。人間が出てるわーと。あ、人間が出てるわーと。人間なんです。下手くそだなぁと思って。思っておりますけど。まあまあ、でも、結構これ、いい言葉だったんじゃないですか。自分に合う靴を探すみたいな。うん、これはまあ、でも、ドラムに限らず、まあ、あなたもちょっとキックから発想したかもしれませんけど、うん、でも、楽器もそうですよね。まあ、そう。自分に合う、機材楽器、エフェクターかなぁと思う。だめちゃくちゃ高いハイエンドモデルみたいなのを、揃えるっていうよりは、うん俺はもうそれはほぼないからね。うん、壊しちゃうから、うん。もちろんね、その、金があれば、それでいいんですよ、多分。その、ハイエンドの中から合うやつを探す。あ、ほら、加山雄三の話がそんなあったでしょ。まあ、そうですね。トラックの中にこう。モズライトが、まあ、あの人モズライトって言ったんだから、モズライトが来るんですよ、加山雄三は。加山雄三がいないと。モズライトって海外のメーカーですよ、うん、それこそ。で、言ってみればもうすごい、なんつうの。ギブソンとかさ、フェンダーみたいな人でしょ、うん。でも、加山雄三は楽器屋に行かないんですよ。モズライトが来るんですよ。でっかいトレーナーね、うん。モズライトトレーナーがいて、その中からモズライト。そう、合うやつを。ね。まあ、お、これいいね。ペン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 って。それが多分その、楽器選びという点ではね。もう一番の最上級なんじゃないでしょう。まあ、若大将ですから。日本の生んだ最高級ですね。まあでもそういったところですかね。うんうん、まあ、身の丈に合ったものをということで、ね、今回は終わりにしましょうかね。
というわけで、まあ、今週もまた、皆様ありがとうございます。おはようございます。おやすみなさい。そして、いってらっしゃいませ。